本日はご視聴ありがとうございます。私はトランスコスモスの岩佐と申します。私からはトランスコスモスがコンタクトセンター AI で実現した NEXT と題しまして、私たち生活者からのお問い合わせを受け付ける相談窓口、コールセンターに Google の AI を活用した取り組みについてお話しさせていただければと思っております。約20分ほどの予定になりますが、ぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しく思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 はい、それでは初めに簡単な自己紹介と会社紹介をさせていただければと思います。私は現在、アウトソーシングサービスを提供しているトランスコスモスで、デジタルサービスを推進する部門を担当しています。もともとはコールセンターで、最初はまあ本当にお客様の電話対応からスタートしまして、管理者やセンター長といったことを経験して、現職に就かせていただいています。 そのような経験から実際にですねデジタルサービスを導入する際には現場オペレーションで活用できるような武器にしていくといったような視点で日頃取り組んでいる次第でございます続いてですねトランスコスモスをご存じない方もいらっしゃると思いますのでこちらも簡単に紹介させていただければと思います創業は実は1966年データエントリーの会社からスタートしています 現在は多くのアウトソーシングサービスをです、ね、国内外で提供させていただいていますインターネット広告代理店国内最大のコールセンター b p o サービス企業としての側面を持つ、えー、ような特徴のある会社となっておりますまた当社の特徴になりますが当社はです、ね、多くのお客様企業の方に支えられて今がというところがあるんですけれどもインターネット広告であったり温度制作 まあこういったデジタルマーケティングサービス、えー、さらにはですね、EC ワンストップサービス、そしてですね、生活者からの相談窓口となるコンタクトセンターサービス、こういったサービスを展開させていただいております。 でまたですね、他社さんとは異なるところとしては、本当にこの顧客とのですねコミュニケーションサービスを面で提供できるような体制というところを保有しております。デジタル化により、ですね生活者とのタッチポイントが大きく変わっていく中、当社はコミュニケーションサービスを一気通貫で面で対応できるといったことが大きな強みとなっております。 ここからはですね、まあ、こういったところも踏まえて、本日のセッションに移らせていただきたいと思っていますが、まず、そもそもコンタクトセンター AI って何といったところがですね、あるかなと思っていますので、実際にですね、まずはコンタクトセンター AI はどういったものかといった説明のところから、そのサービスが実際にご利用いただく方にしっかりと受け入れられるのかどうかといったようなところを、今回調査しておりますので、そういった調査結果といったところ、 またですね、我々やはりアウトソーシングパートナーとして、実際に導入する際にポイントとなる部分、活用事例といったことを紹介させていただければと考えております。はいそれではまず、コンタクトセンター AI、こちらがどういったものかといった点をまず説明させていただきたいと思います。実はコンタクトセンター AI には、お問い合わせ窓口の顧客体験を向上する役割として、大きく3つのサービスがあります。 まず1つ目、お客様からの電話窓口問い合わせを AI が会話し解決するバーチャルエージェント。そして2つ目には、お客様のお問い合わせ窓口担当者の会話をテキスト化し、問題解決に関連するナレッジを AI が探し出し、窓口担当者を支援してくれるエージェントアシスト。最後に3つ目、 になりますが、えー、窓口へです、ね、入ってきたお客様からの貴重な声、VOC、まあ、ボイスオブカスタマー、こちらをですね分析するといったインサイト、この3つの機能からコンタクトセンター AI というものは成り立っております。 こちらはですね、実際のコールセンターで導入する場合にどういったイメージになるかといったようなところになりますけれども、コンタクトセンター AI を活用することで、総合的にお問い合わせ窓口の DX 化をトータルに実現できるようなことになっております。バーチャルエージェントでは、セルフサービス提供により、生活者の解決クロードといったものを下げまして、窓口を効率化するということに役立つことができます。 エージェントアシストでは、窓口担当者の優れた応対といったものを支援します。そして CCAI のインサイト、こちらに関しては、電話のアナログデータをデジタルテキスト化し、会話トピックを分析、お客様の声、VOC、まあ、いわゆるボイスオブカスタマーを活用しやすい状態にすることで、顧客体験向上の取り組みといったものを後押しすることができます。 本日については、これらサービスのうち、今、国内リリースされているバーチャルエージェントを中心に話をさせていただければと思います。実はですね、コンタクトセンター AI については、昨年8月に当社のシステムに実装リリースというものを公開しております。実装にあたってはですね、実は AI の精度を高めるために、 Google 社と共同でですね日本語用の学習データを作成、またですね AI で解決できなかった場合には AI とユーザーの会話情報をお問い合わせを窓口を引き継ぐように可能にしましてユーザーの利便性を大きく向上するようなことを一緒にですねやらせていただいております。ユースケースとしては特にカスタマーサポートでの一時ヒアリングまた、注文であったり配達 保険申し込みの最終意思確認などお客様企業のお問い合わせ種別に応じて多種多様にご利用いただくことが可能です直近ではですね、お問い合わせ窓口にお問い合わせすると AI が対応してというようなのもちらほら見かけるようになったかなというふうに思っております実際にですね、どういったサービスかといったところは実際にデモ動画をご覧いただいた方が非常に分かりやすいかなと思いますのでまずはこちらをご覧いただければと思います トランスコスモスはアバ a i のコンタクトセンターアプリケーションと連携し google クラウドへのコンタクトセンター ai を活用した音声 ai 対応サービスを提供していますトランスコスモスの音声 ai 対応サービスは ai が顧客との自然な会話を実現するだけでなく ai の対話内容をオペレーターへスムーズに引き継ぐ機能を実装していますこのことで 顧客へのカスタマーエクスペリエンスが飛躍的に向上しますそれでは早速実際のデモを見てみましょううん、お気に入りのコーヒーメーカーなんか調子が悪いなちょっと電話で聞いてみるかお電話ありがとうございますトランスコスモス家電相談窓口でございます 自動音声で対応いたします。ご要件をお話しください。コーヒーメーカーが動かなくなってしまいました。かしこまりました。電源ランプは何色に点灯していますか赤く点滅しています。赤く点滅している場合は、エラーが起きている可能性があります。電源やフィルターの状態はいかがでしょうかうーん、わからないなかしこまりました。 お伺いした状況ですとご自宅へ訪問して修理点検が必要となりますお申し込み用の URL をショートメッセージにてお送りしてもよろしいでしょうか電話で申し込みできますかかしこまりましたお電話での申し込みにはオペレーターが対応いたしますおつなぎいたしますので少々お待ちくださいわかりましたこのようにトランスコスモスの音声 AI 対応サービスは 話す、理解するなどの対話が可能な AI が顧客の意図を理解し、自然な会話を実現しますさらに、トランスコスモスのクラウド型コンタクトセンタープラットフォームコンタクトリンクによって AI の対話内容に応じ、最適なスキルを持ったオペレーターへ引き継がれます大変お待たせいたしました家電相談窓口の田中でございますお電話での修理点検のお申し込みでございますね はい、そうです。かしこまりました。ご希望の日時をお教えいただけますでしょうか。えーとあさっと明後日の10時はいかがでしょうか？トランスコスモスの音声 ai 対応サービスは顧客サポートの初期対応や保険の約款読み上げ、商品の注文受付。カタログ送付や証明書の発行依頼など、さまざまなシーンでオペレーターの負担を減らし。 効率的なコンタクトセンター運用を実現することができますまた音声 AI 対応サービスは日本語以外にも英語、中国語、韓国語など複数の言語に対応していますトランスコスモスの多言語コンタクトセンターと組み合わせてご活用いただくことで運用コストを最適化した多言語サービスを実現できます トランスコスモスの音声 AI 対応サービスは、最新のテクノロジーでコンタクトセンターのデジタルトランスフォーメーションを実現します。はい、ありがとうございました、えー。ここまでですね、一旦サービスの概要といったところで、実際にどういったイメージで。 バーチャルエージェントが自動で応答できるかといったものことですね、イメージ湧きましたでしょうか。ここからは、実際にバーチャルエージェントといった音声 AI のサービス、こちらがですね、生活者に受け入れられるのかといった点が、やはり重要になってくると思っています。こちらで、ですね、実際にやはり当社もアウトソーシングで導入する際に、お客様に実際にニーズがあるかどうかと。 いったところをですね調査しておりますのでこちらまず参考としてですね今回シェアさせていただければなと思いますでこちらのまずデータになりますがまずこちらに関しては通常のコールセンターにおいて不満に感じたことは何かないかといったものを聞いているところになりますえ大部分の方はですね何らかお問い合わせ窓口へ問い合わせされた経験をお持ちではないのかなというふうに思います そのような際に不満を感じた経験というのはないでしょうか、えー、正直ですね歯が良くもあるんですけれども私はあります、えー、こういったですね課題を AI が手助けできないかといったところを考えるところになりますが AI に対応させることで逆に不満を抱かせるのではといったような懸念も同時に出てくるのではないかなと思います こちらも聞いてみました。こちらはですね、電話でのお問い合わせ対応は、人を対応する、希望するかといったものですが、実に全体の53%は、必ずしも人ではなくてもいいと、現時点でも回答しているというような状況です。さらにですね、これを掘り下げますと、えー、予想通りではあるんですけれども、若い世代ほど人ではなくて良いと、実に80%近くが回答していると。ただ、一方で、ね、 60代、70代の方は、やはり AI より人の対応を希望しているといった傾向が見れますので、属性によりですね人で対応するか、AI で対応するか、選択肢を与えるというのは、導入する上えで、やはり顧客満足度を考えていくと、一つの方法になるのではないのかなというふうに思います。 さらにですね前段をお伝えしたような現状のコールセンターに関する不満を解決できるとすれば体験したいかといった問いをした場合には約7割近くが体験したいと態度変容を見せていますこうした背景にはやはり待ち時間であるとか受付時間などの不満といったものが解消されるのであれば自動で,ですね対応してほしいといったような希望があるのではないのかなというのがこのデータからも見て取れます 一方で、えー、実際に利用するときに、えー、どういったことが懸念になるかといったところがこちらのアンケートになりますがやはり音声認識、回答制度の低さこういった点は懸念となっております、えー、ただです、ね、このような点も、えー、コンタクトセンター AI では、えー、優れた仕組みといったものを提供しております。 ただ、まだ,だですね音声 AI でじゃあ人のようにすべて解決できるのですかと言われるとそこ,はそこまではですねいかないということがありますのでしっかりとやはり活用シーンやあのどういったところで利用するかとこういった見極めをしてですね導入していくことが非常に重要なポイントになるというふうに認識しておりますではですね実際にどういったシーンで生活者は AI での対応でもよいと考えているかこちらも聞いてみました。 例えば予約や注文、資料請求といったシーンの希望、こういったものも一定程度あるものも、その中でもシーンとして最も望まれているのは、やはり受付時間外であったり、混雑でつながらない、こういったところで利用してほしいといったニーズが顕著になっております。これらのです、ね、アンケート結果も踏まえて、導入する際には、やはり生活者の属性、そして活用シーンを踏まえること、 まずこちらが重要になると思います。そしてまたこちらのスライドになりますが、やはり音声 AI により解決しやすい対応領域を見極めて導入していくといったことが実際にですね、導入する際には製品を決める大きなポイントになると思います。当社知見からも赤枠で囲っている一時ヒアリング、一問一答、まあ、例えば受注やあとは修理交換受付、資料請求と いった業務をです、ね、まずは中心に検討していただくというのが、まあ、非常にです、ね、うまくいきやすいのではないのかなという,ふうに思います。一方で複雑なヒアリングが必要になるようなケースといったものは、まあ、無理にです、ね、AI に対応せずに現時点ではまあ人で対応スタートした方が実際にお電話いただくお客様にとっては負担の少ない設計になるというふうに思っております。 それでは実際の活用事例のご紹介がこちらになります。こちらは、みずほ信託銀行様での導入事例となります。みずほ信託銀行様では、株主様をお待たせしないユーザビリティ向上に向けてサービスを活用しており、書面交付請求受付を自動化できるように仕組み化されています。対応フローとしては、窓口の営業時間内は、 株主様がオペレーターまたは AI オペレーターの対応をですね選択できるように設計されています。AI オペレーター希望の場合には、音声で証券コードや株主番号など人の手のですね対応と同様の確認を行い一致照合できた場合には書類送付を自動で受け付けるといったことが可能になっております。 また、受付内容を確認されたいです、ね、株主様のことも考えて、ショートメッセージによる受付内容も送付しているといったことで、しっかりとサポートの DX 化といったことを進められているといったような事例になります。続けて、こちらは製造メーカー様での事例となります。 導入背景としては、注文などの受付において、オペレーター対応のみでは、やはり営業時間に限りが出てくるといったところで、どうしても機械損失につながっておりましたと。これに、実は音声 AI を組み合わせることで、24時間365日の受付を実現していると。 これによってですね、お客様は好きなタイミングで注文可能、かつですね、電話が繋がらないといった不満解消を実現するとともに、コールセンター側の業務効率もアップし、さらに緊急時には音声 AI による BCP 対応ができる、こういった状況となっております。あの、営業時間の受付といったところと、簡易的なですね、問い合わせを自動化していくといったことを実現しているというようなことになると思います。 続けてですね、では実際に具体的にはどういったフローで音声 AI が対応しているのかというところも気になる点かと思いますが、こちらとなります。えー、基本的には人による対応と同様、音声 AI で初めにですね、登録の電話番号といったところを確認しまして、お客様は電話番号をプッシュ入力いただきます。その後に氏名を確認、お客様は自分の名前を発話、続けて商品名や注文数、 お届け先住所の確認を行い、受付内容を管理者へメール通知し、注文受付を行っていると。 ここで実はフローの設計のポイントというところもありまして、簡単に申し上げますと、まずは実はこれ、発話とですね、プッシュというのを併用しております。すべて発話でも対応はできるんですけれども、あえてプッシュというのも併用しまして、フローのリダー脱率、完了率といったところを見ながらブラッシュアップを行った結果、このようなフローというところで今は着地しております。また、ご住所なんですけれども、 住所エンジンを採用しまして番地や建物名までヒアリングしご注文品がですね正しくお届けできるような仕組みといったものも構築しております、えー、今ですねちょっと2つの事例を紹介させていただいたんですけれどもまあ、いずれもですねやはりお客様の利便性を考えながら導入しておりまあ、できる限り使いやすい仕組みとして活用いただくというのがやはり非常な重要な点かなというふうに思います また、やはりです、ね、入れてすぐというわけではなくて入れた後どうやってしっかり運用で高めていくかというところが非常に重要となりまして導入後にしっかり離脱率や完了率の分析を行って PDCA による改善活動を継続的に実施していくということがよりご利用いただく方のです、ね、利便性を上げていくということに寄与していくのではないのかという,ふうに思います。 私からは最後になるんですけれども、本日、あのバーチャルエージェントを中心に話をさせていただいたんですけれども、当社としてはですね、顧客体験向上をやはり実現する顧客コミュニケーション施策、ここにつなげていくことが非常に重要だと考えています。各オペレーションごとにですね分断された顧客サービスではなくて、横断したコミュニケーション施策に取り組んでいくことが、今後、ますます重要になるのではないかというふうに思っております。 集客からサイト、そしてですね、コンタクトセンター、ソーシャルの行動データや VOC データを分析して、顧客体験を高めていくと。現状ですね、国内においてはバーチャルエージェントサービスが中心となりますが、エージェントアシストやですね、インサイトと、 いったですね前段お話をしたような機能というののところもですね活用領域が広がってくるとこのような VOC からですねコンタクトセンターの声を使ってどんどんマーケティングに活かしていくというようなこういったような一連の活動にですねコンタクトセンターや AI がまあさらにですね機能発展していくということを非常に期待しております。ぜひですね Google 様にもですねあのここ、引き続きぜひ連携させていただければと思っております。 以上で私からのセッションは終了とさせていただきます。本日はお忙しいところご視聴いただきまして誠にありがとうございました。